Bye.
はい、どうもありがとう。ビーズのコピーをやります。今お送りしたのは U&I という曲とゼロです。あれ？メガネになった。あと残り4曲やるんですけども、もういいや、個人的な話なんだけど、パンフレットにも書いた通り、俺4年で最後で、ビーズで出たのは全ライブ15回中、延べ13回という多分最多記録だと思います。13回もやりました。1回のライブに2回やったこともあります。そんな偉業を残しつつ、今日が最後なんですけども、ビーズの曲は全然知りません、わかりません。一年の頃からやらされてました。いやいやだったんですけど、けど今楽しんで、すごいね、今のメンバーと楽しんでやってるんで、ね、あと残りは最後の4曲だけでも楽しんでやりましょう。お願いします。じゃあそれでは次の曲いきます。ブラザーフット
今日はみんな白い服着てるんですけど、その理由は、理由を説明してください。冬だからです。以上です。あ、そういう意味だったのね。はい、前回じゃなくて、夏に全員黒だったよね。やったじゃない。だから知るかなとか思って。なるほどね。じゃあ行くか。あらくれ。Thank you.
最後にメンバーから一言ずつ欲しいな。じゃあ山木くんから。2年間ぐらいこのビズのメンバーをやっててもらって、これが最後のライブになるっていうことで、はい、涙が出そうです。はい、ありがとうございます。じゃあ山田梅木くんから。最初僕が入部して最初にワーホーさんを見た時はもう金髪、バリバリの金髪でヤンキーみたいですごいおっかなかったんですけどね。まさかこんな、最後の LM まで組んでもらえると思いませんでした。本当長瀬さんもね、俺わがままに付き合ってもらってありがとうございます。じゃあ一番さん、じゃあキーボード隊も回復したとずつ、ビーズとかはそんな聞いたことがなくて、後輩と組むのとかはあんまりなかったんですけど、とこんな機会もないと喋れなかったし、すごい練習とかもなんか緊張したんですけど、すごい楽しくて、今となっては本当いい思い出で私も泣きそうです。なんかビーズの練習はいつもなんかみんなちゃんと練習してきて、すごいいつも完成度高いなと思いながら練習してました。じゃあ最後に柴田君から。僕最後なんですか。最後です。僕は僕はまあというかこのバンドの発端かな、ドラムの梅木くんと、まあ、2人ビーズ大好きで、それが発覚した途端、じゃあビーズやろうっつって、じゃあメンバーどうするっつって、じゃあ怖い若尾さんに話しかけようっつって、梅木くんは1年生の時から若尾さんと組んでたんですけど、僕は全く話したことなくて、最初組んだ時は本当に緊張して、なんか、まあ、ギターもう一人入れるしかないなと思って、中山くんというギターが最初いたんですけど、まあ、やめてたんですけどね。それで僕ワンギターになって、一回梅木くんもビーズ、去年の学祭でギター出たんですよ。それで、その後はずっと僕ワンギターで、ワンギターというか、まあ、夏には塚本くんという筋肉マンが、ガーコに弾いてくれて、それあとずっとこのメンバーで、あ、スッチーさんの学祭でベース弾いてくれて、いろいろメンバーいたなとか思ってやって、ちょっと話が長くなってしまいました。僕は昨日散々泣いたので今日は泣きません。ということで、なんかもうギリギリなのでお願いします。ありがとうございました。楽しかったです。この一言につきます。じゃあ最後は、この曲にぴったりないい曲をお送りします。いつかのメリークリスマス。
Shadow.